インドラ。インドラ、インドラはバラモン教、ヒンドゥー教の神の名称である。省略しない名称は、サンスクリット語、パーリ語で、強力な神々の中の帝王を意味する。シャクラ、や、作家、とも呼ばれる。帝和親族に属する来帝神、天皇神、軍神、英雄神である。ディアウスとプリティビーの息子。特に、リグベーダにおいては、 最も中心的な神であり、バルナ、バユ、ミトラなどと共にアーディティア神群の一柱とされる。また、ラーマアヤナには天空の神として登場する。漢訳では、元だら、尺ひ下げ、漢印、大釈天、天帝釈、天主大釈、天帝、天皇などと書かれ、特に仏教におけるカド釈天の名で知られている。 インドラ神のルーツは古く、インドイコールイラン共通時代まで遡る軍神であり、紀元前14世紀にヒッタイトとミタンニとの間で結ばれた条文の中に名前があることから、アーリーアジーの移動とともに小アジアやメソポタミアなどでも信仰されていた神であったことが確認されている。雷帝神の性格が強く、その容姿は皮膚も髪も髭も茶褐色だとされる。 ギリシア神話のゼウス、北欧神話のトール、スラブ神話のペルーンと比較される。彼が戦った敵は多く、人々を苦しめる凶暴にして存在なヘビブリトラ、飛ばし鳥神の生み出した三つの頭を持つ怪物や、洞窟、ナムチ、ダーナバ、ビローチャナ、マハーバリ、メーガナーだといったスラやクシャサと戦った。特に、ブリトラとの戦いは、 アーリア人と異民族の戦闘、天地海闢神は、川の石と名や干ばつ、冬の象徴であるブリトラを打ち破ることで大地に、水の恵みをもたらす現象など、様々な意味を持つという。インドラとブリトラの戦いは、イランのアベスターにおけるスラエータオナとアジダハーカとの戦いに、対応しているとされる。また、ビシュバルーパとの戦いについて、リグベーダでは、インドラは神、トリートに命じて、 ビシュバルーパを殺害させている。トリタは、インドラが犯す、はずの罪などを彼に代わって負う役割の神とも、考えられている。またトリタは、アベスターで三つの頭を持つアジ、ダハーカを殺害する、スリタ、シータ、リタ、セリタ、9.10、すなわちスラエタオナ、シータ、ラエタオナ、セリートナに対応している。時代を経ると、インドではデーバ、神々の王とされ、イラン、 ゾロアスター教では、ダエは、悪魔とされた。後日、アイラーバタという聖獣の白像を、バーハナに持つ。また、七つの頭を持った空を飛ぶ馬、ウッチャイヒシュラバスも、インドラのバーハナとされ、その業者は、マータリという。苦行神飛ばし鳥の作った雷を象徴する武器、バジュラ、混合書、ビジュラを持つ。マハーバーラタでは、バサビ、シャクティ、 バサビー・シャックティという武器をパラシュラーマに与える。インドラのとは、アマーラバティといい、その宮殿、バイジャヤンタは、ー、ナンダナのそのをはじめとするいくつかの庭を用している。最初期の神々への参加集、リグベーダにおいては、前線に百編の参加の中でインドラに捧げる参加が、約四分の一と最も多く、配下に暴風神マルト人軍を従えて、敵を倒し、 アーリア人を保護する理想的な戦士として描かれており、神々の王の位置づけを与えられていた。髪や髭を含めて全身が茶褐色だとされ、新種相馬を好み、強大な力を発揮する武器マジュラを持つとされた。リグベーダによれば、インドラの父母は不明で、千日の間、あるいは千ヶ月、または数年の間、母親の体内に宿っていた。生まれるとすぐに、 他の神々からの嫉妬を恐れた母に捨てられた。神々には見放され、さらに父から敵意を向けられていた。なお、この父を飛ばし鳥だとする説がある。インドラーは、飛ばし鳥神のもとで育てられたとも、父を殺したとも言われている。インドラーは、飛ばし鳥の家にあった、百頭の目牛に匹敵する価値の、うの相馬を飲んでしまい、飛ばし鳥の怒りを買ってしまう。 そして、父を殺してしまう。その後一人旅に出て、ビシュヌからの友情を得るまで世界を放浪した。インドラが、ブリトラ大事に挑んだのは、父殺しの後の孤独だった時で、友人となったビシュヌがインドラを支援した。リグベーダの時代には、神々の中心とも言える絶大な人気を誇った、インドラも、時代が下り、ヒンドゥー教が成立した時代になれば、影が薄くなる。 雷を象徴する強力無比な英雄神として、変わらず重要な立場にある神であることは、間違いないが、神々の中心の座は、シバやビシュヌなどに譲ってしまい、代わって世界を守護する、ローカパーラ、世界守護神の地位に落ち着いている。四方にそれぞれ神が配置され、インドラーはその中でも、最も重要とされる東方の守護神の地位に位置づけられた。 インドラの性質はやや変容し、一部の面が強調された。例えばインドラは女性と時には夫のある女性ともしばしば関係を持った。ある時はアスラ親族の王から娘のシャチーを強奪し養殖した後結ばれている。また、ガウタマ聖戦の妻ハリヤーと関係を持った際には、一度目は全身に女性器の印を千個も付けられる呪いを、二度目は 自身の正規を奪われるという呪いをガウタマ聖戦から受けた。インドラは敵対者にも敗北した。例えば、三階を支配したアスラオーマハヤバリに敗北して、天界追放の浮き目に遭い、ビシュヌ、バーマナの力を借りて、ようやく支配権を取り戻した。ラークシャサ族、ラーバナ王の子メーガナーダ、メガナダともにも負け、メーガナーダには、インドラジット、 インドラに打ち勝つ者という意味を名乗られる屈辱まで味わっている。また、インドラを含めて神々がアスラのマヒシャアスラに敗れ展開を追放されている。この時は女神ドゥルガーがマヒシャアスラを殺したおかげで、インドラらは天界に戻った。インドラは賢者の呪いからも逃れられなかった。例えば、偉大な仙人から花輪を送られた後、インドラが自分の像にその花輪を与えたために、 インドラも他の神々もデュルバサスの呪いを受け力を失い、ダイティアたちに敗北して天界から追放された。インドラはビジュンヌの助言に従って神々とダイティアたちが協力して父会各藩を実施することをダイティアたちに提案した。各藩は成功したが神々はダイティアたちとの約束を保護にしてアムリタを独占した。そしてアムリタによって力を回復し、 ダイティアたちに勝利して展開に戻った。ジョジシ、マハーバーラタでは、カルナが、インドラから、バサビ、シャクティ、バサビーシャクティという武器を与えられ、ガトーとカチャを倒した。同じくジョジシのラーマーヤナでは、主人公ラーマが、インドラヌヤという武器を使用して、敵のクンバカルナを討ち取った。また、太古に、インドラが、アスラ親族を倒したとされる武器、ビジャヤによって、ラークシャサ、 羅刹の大群を一撃で死滅させた。によれば、ブリトラ藩の異名を得ることになったブリトラ殺害では、インドラは当初、彼を恐れて、戦いを避けた。インドラは、神々の世界の半分を分け与えることを条件に、ブリトラと一話は僕した。その後、ブリトラのもとに美しいアップサラスのラムバーを送り込み、バラモンでもあったブリトラが、スラーシュを飲むように仕向けた。 ブリトラが飲酒で失神したところを、不意打ちして勝利したが、インドラはバラモンを殺した罪を負うこととなった。インドではデーバが善で、アスラが悪だが、イランではデーバに対応するダエーワが悪で、アスラに対応するアフラマズダーが善と入れ替わっている。ゆえに、インドのデーバと同じ起源の超自然的存在が悪魔として登場しており、インドラも魔王の一人となっている。ゾロアスター教では、 インドラは、虚偽の悪魔であり、マサヨシと真実の霊シャは必死だと対立する。ベンディダードの七大魔王、あるいは、その他、アエーシュマ、アカタシュ、ワルニアを指す。ブンダヒシ必ンでは、アフレマンガ、アを想像したとしている。オフルマズドのアムシャスプンタに神聖が対応しており、破れることになっている。ここでは、インドラは、文字通り大借点のインドラ サウルワは、ルドラ神の異装シャルバ、ノンハスヤは、ナーサティアのことである。悪魔アンダルトは、インドラの別名である。インドラは仏教に取り込まれて、仏教の守護神である天部の一尊である、大釈天となった。大釈天の名は、インドラのボンゴ名、の、を、ニカドットし、ソクラを、釈と音訳し、後部に、天を加えたもの。 梵天と並ぶ仏教の二大五法前神とされる。武器である、金剛書を手に持ち雷を操る。金剛書は、密教やチベット仏教における重要な法具として、用いられる。朝鮮神話、断ン神話においては、天神、官員と書かれる。これは、の御社である、釈ひさげ、官員柄を略して、釈ひさげ、官員、さらに略して、官員としたものである。 サンスクリット語で虹のことをインドラドネス、インドラの弓という、楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。